艦艇数中国海軍が世界最大に、対抗策は第一列島線に対艦ミサイルの鎖を構築。トランプ大統領が誕生してなかったら10年後は中共が世界を支配してたんだろうな。再選を祈る。産経ニュースの記事から有料記事のため無料で読める冒頭部分のみの引用になる。米国が世界最大の海軍の称号を中国に明け渡した。9月に米国防総省が発表した報告書で公になった。膨張する中国海軍にどう対処するのか、軍事専門家の間では日本を含む第一列島線に対艦ミサイルの鎖を構築するのが有効だとの議論が進んでいる。米ハワイカウアイ島の沖合約100キロ、海上自衛隊の哨戒機 P3C が洋上に浮かぶ戦車揚陸艦を発見した。同機や米無人機などが標的の位置を即座に伝達。島に配備された米軍の高機動ロケット砲システムハイマースと陸上自衛隊の1人式地対艦誘導弾が次々に火を吹いた。2018年7月に行われた環太平洋合同演習リムパックでの一幕だ。米軍は新たに導入した対艦ミサイルの地上発射型を投入。日米の計9発が全て命中し、標的は沈没した。この撃沈演習にはオーストラリアも初参加し、哨戒機 P8 を出している。その様子をさらに沖合から監視していた船がある。中国海軍の情報収集艦だ。リムパックは2年に一度行われる。中国は14年と16年に参加したが、この時は招待されなかった。密かに情報収集艦を派遣したのは、将来自らに向かうかもしれない敵の能力を探るためだ。それから2年余り、国防総省は今年9月の年次報告書で、中国海軍が過去20年間で世界最大の海軍に発展したと公式に認めた。以上が記事の内容。ここからは試験になる。保有する艦艇の隻数や総排水量だけで強弱が決まるわけではなく、運用実績や経験および兵士の練度などを考慮すると、まだまだアメリカに分があると思われる。しかし世界中に展開する米海軍とその守備範囲が東南シナ海周辺に限られ、作戦や目的によって力を集中できる中国海軍では、衝突する場所によってはどうなるかわからない。そして物量でアメリカを抜いてしまった現実と、多方面に軍事的挑発を繰り返す中国を放置するわけにはいかない。現在アメリカを中心とする対中包囲網が効果を上げてきており、すでに中国は最先端の半導体が手に入らなくなった結果、立て続けにロケットの打ち上げに失敗している。経済的にもかなり疲弊しきっているようで、今後は今までのように軍備にお金をかけることが厳しくなる。おそらくこのままいけば、かつてのソ連のように経済破綻すると思われるが、最悪のシナリオは共産党執行部の統制が取れていない軍部の暴発である。経済制裁で追い詰めつつ、人民解放軍に暴発させないようにするさじ加減が重要になってくる。最悪暴発した場合は、対中包囲網に参加する国が連携して集団的自衛権の行使により一気に叩き潰し、絶対に核のボタンに手をかけさせてはならない。問題はその時に日本が
参加するかどうかだが、日米同盟を基軸と決めたからには絶対に参加すべきだろう。そのためには政府内にはびこる親中派勢力を早期に排除しておく必要がある。日々の暮らしの中で、ほら言わんこっちゃないということがよくある。しかしながら中共の覇権主義の膨張はそんな生ぬるい話ではないことは一目瞭然。一度日本国民の生命財産に被害が及べば、今度は日本国民が政府に対して暴走するかもしれない。戦争のきっかけは政治的いざこざであっても、その拡大化はいわば弔い合戦で、復讐心と復讐心の戦いだからこそ、被害が及んだ時にどうするかではなく、抑止力という被害が及ばないような防衛策の構築こそが重要なのである。このまま無策のまま妥協を続けていると、後世に日本を戦火にさらした無能内閣として語り継がれることになる。たとえわずかであっても、当チャンネルに賛同していただくような方々が声を上げていることを忘れないでもらいたい。多くの国民は米軍が日本を守ってくれると思っているようだが、ただ指をくわえて眺めているような他国民のために米軍は戦ってはくれない。真の日米同盟とは、日本は最強の米軍と共に戦う同盟国であるということで、同じ目的のために共に戦うことであり、日本も一緒に戦うということが大前提の上に成り立っているという現実を直視しなければならない。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利というもの。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、アメリカが経済戦争を仕掛けたのはギリギリのタイミングだったんだな。やはり ASM-3 回の開発が急務やな。最大だけど最強とは言っていない。まあ中国の本命もミサイルの飽和攻撃だし、船の数なんか今更誰も競ってないわな。今のうちに叩かないともう勝てなくなるぞ。外洋に出たことがない世界最大の海軍か。アメリカにしたら日本列島の蓋から太平洋に出ないうちには問題ない。地政学の基本を一つ書いとこう。陸軍国は海軍国にはなれない。大陸軍を維持して大海軍を作ると国が破綻する。リムパックがもろ中国艦攻撃訓練になっとる。中国もソ連の二の舞になると思うよ。軍事費で国家が潰れそうな予感。空軍のことも思い出してあげてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。